私って動いてますか？え？は？お？え？どう？あれ？映ってない？あ、動いてる！動いてる！ありがとうございます。よかったよかったよかった、よしよしよし、ありがとうございます、よかったよかった。え、ごめんね、ループ終わった、あ、ループしてた、ごめんね、よかった、なんか急にちょっとよくわかんなかった、よかったよかった。アンクレット、アンクレットね、歌えるかな、さて、あ、ごめん、歌ってみようかな、アンクレット、でも歌える気がしない、大丈夫かな、よし、あるのかな、あるかな、でも前見た気がする、いきます、君にもらった飲みの二人の心
ありがとうございます。曲大好き、ずっと聴いてたんですけど、でもちょっとは歌えた、歌えたかなるわ今の。ずっと聴いてたんですけど、曲も好きで、だけどいざ自分が歌うってなるとずっと歌えなかったんですけど、やっぱりこのマナさんとさやさんの卒業公演の時にこのアンクレットを披露させていただいて、そうなんかそしたら歌えるようになりましたそうずっと自分は歌えないと思ってたけど、いざ披露とするとなったらなんか歌えました。まゆゆさんの卒業ソング、そうですね、そうもうこれ聞くとね本当にまゆゆさんを思い出しますね。本当に好きで、まゆゆさんなんかザ・アイドルって感じだったじゃないですか。そう、めっちゃ好き。あの夏の、あと1曲くらいにしようかな。なんかあるかな。どうだろう。あれ、なんかさ、AKB さんのアイドルなんかじゃなかったらずっと歌ってみたいんだけど、これってさ、もうあれかな、カラオケに出ないのかな、もしかしたら。そういうこと？何歌おうかな。どうしよう、待って、何がいいかな。桜の花びらたちか。どうしようかな。それか、365日とかにしてみようかな。紙飛行機。あるかな、待って、あれ歌ったことあるっけ、あった、これにしようかな。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔
よし、カラオケ、あ、ごめんなさい、指が入って、これでカラオケ配信終わりたいと思います。お、ありがとうございました。この曲は私が、やばい、ちょっと待って、この曲は私が小学2年生とか1年生の時にちょっと音楽の授業で歌って、それでなんかで、ね、卒業式だっけ、なんかね、そう、小学校でなんかやったんですよ、音楽で。なんか一緒に歌った気がする。そう、学校の音楽の授業で。え、やばくない、懐かしい。あって、本当に懐かしい。小中学期、小2だっけ。でも本当にね、もうこんなもう、でもちびる足がね、本当にそう飛んで行けとか言ってた。そう、授業で歌ったんですよ。で、なんかその時は本当になんか AKB48 さんがすごい好きで、そう、なんかでもなんか、なんだろう、でもそう、なんかすごい好きっていう、でもテレビとかしか見たことがなくて、そう、でも本当にテレビつけたら AKB さんがいるみたいな感じだったので、そう、ずっと見てて、そう、ずっと大好きで、ずっとキラキラしてていいなと思ってたんですけど、なんかね、それと、それの、今はその姉妹グループの NGT48 に私が加入してるっていう、この何、ロマンチックな奇跡やばくないですか。ちょっとそれを今考えながら歌ってたら、ちょっとね、感動してきたね。やばくない、ちびる足そう、本当にでも小2とかです。はい、よいしょ。ね、しかもさ、それをさ、歌ってるってやばくない？ちょっと待って、あんた、ごめんなさい、こんな時にやるぐらいじゃん。それをさ、ここカラオケとかの配信では、まあ、自由に自分の好きな曲を歌ったりとかもできるじゃないですか。そう、それでだけど、あの365日のあの記念配信、その毎日配信私してるんですけど、それ365日突破っていう時に、あの劇場にお客さんを入れて、そしてあの NGT48 のあの、なんだっけ、あの公式のショールームさんにて配信をさせていただいたじゃないですか。ゆうなとはるちゅんとルアで、そう、その時に365日の紙飛行機をね、歌わせていただいたんですけど、こうやってなんかその歌ってる
自分からやるのやばくないってえやばくない。カラオケだったら別に自由に歌えるけどさ、そのなんだろう、なんかしっかりとそのマイクを通して皆さんに目の前で披露するみたいな、その状況が結構今考えたらやばいえ嬉しいですね、なんかアイドルになるってすごい、なんかすごい今思うとすごいですね。しかもさ、えいや、え、やばいですね、すごい。なんかごめんなさい、今更すごい実感してきた今。しかもさ、コンサートでさ、私の大好きなエビカツとか歌ってるじゃん、歌って披露してたじゃん、県民会館で。え、それもやばくない？うん、あの、え、すごいですね桜の花びらたちとかも本当に大好きで、ずっとね聴いてた曲なんですけど、それも公演として歌えれてるし、やばいですね、ちょっとすごい今実感してきました、すいません嬉しい。はるちゃんが大根食べた時、そうですね、そうです、なんか駄菓子を買うっていう嫌な企画があったんですけど、なんかはるちゃんが大根買ってきて、桜大根だっけ、なんだっけあれ桜大根だっけ、なんかねあったよねね、いや何買ってんねんとか何買ってんです、てかそれ何みたいな桜大根って何さ、駄菓子なのみたいな、そう、はい、すいません、じゃあ今さら実感したところで、はい、さあって何をしようかな、頑張る足を書かないといけないんだけど、ちょっと疲れたちょっと一回呼吸を整えますね、ちょっとヒヒーって、何言ってんのろヒーって何言うの、待って、何してたるわよ、待ってあ、絶対あれだなって、絶対私ヒーハーってやろうとしてたなってでもヒーってやってる最中に忘れちゃって、何してんだろうなってで私ヒーハーってやろうと思ったんだと思う、そうです、当時のルアちゃんは、すいません、ごめんなさい、絶対深呼吸ヒーハーじゃないよね、すいません、普通に深呼吸させていただきます、ふぅ、はあ、ね、何してんのルバーマジでヒーハーでもやばい、ヒーハー、私ヒーハー大好きだったな、よく一時期ヒーハーヒーハー言ってた、うん、笑い声で全部息吐くない確かにOK、 すいません、もう深呼吸できました、でもちょっとずっと笑いすぎて呼吸が整わないんですけどああ、で出席確認、そうですね、出席確認します、はい、な、何で笑ってたんだマジで、いきます、じゃあ私がここにいるのでって言ったら R って言ってください、お願いします、はい、ふむ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 、私はここにいるので R、 ありがとうございます、皆さんにたくさんのルアスマイルをお届けします、新潟県出身高校1年生16歳のベルちゃんことイソベロアです、よろしくお願いします、お願いします、あと14分くらいなんだけどお願いします多分ね、そこの配信を始めて多分約1時間経ったんですけど、あ、2時間経ったんですけど、はい、すいません、多分2時間も見てくださってる方も絶対いるはず、ありがとうございます、こんな、ね、なんかすごいなんか、ね、すっぴん野郎の磯部ロアちゃんを見てくださってありがとうございます、ね、ずっと歌ってたかも今日ごめんね、
ごめんねごめんね。でも久々だったから歌えてよかったです。でもすっごい今の鼻詰まってるから全然歌どころじゃなかったけどね。ごめんね、すごいすごい下手な歌を聴かせちゃって。でも楽しんでくれたならそれでよしです。うん、みんな R もありがとうね。あっという間だったね。ちょっとゲームの話でもする。ゲームの話、みんなもしかしたらタップしながら聴いてたとかある？そう、本庁タップしながらゲーム。そう、今ねちょっともう一回宣伝させていただくと、今あの NGT48 とあと銀河英雄鉄道、あ違う間違えた、鉄道さんすいません、銀河英雄伝説さんとコラボさせていただいてて、でそれでなんかその銀河英雄伝説さんのなんか2つにねあのグループ分けみたいにされてて、帝国と同盟っていうグループがあって、そう私は今帝国というグループに所属しているんですけど、その中で、まあ、個人個人がファンの皆さんと一緒にあの生産量っていうその、まあ、レベルとかなんかそのいろいろねあの上げてって、その総生産量を競うっていう、その相手軍とそう競うっていうゲームをね、今バトルを参加させていただいてるんですけど、そう今ねちょっとさっき先ほど中間発表があったんですけど、今絶賛あの負けていて、そう結構差があるんですけど、まあでもそうですね、皆さんなら絶対に絶対に絶対に最後はいい結果になると信じて、私も最後まで頑張りますので、はい、私の連合も一緒に頑張ろうね。ありがとう、頑張ってくれて、多分時間もない中ね、ゲーム一緒にやってくれてありがとう。私も頑張ってるので皆さんも頑張ってくだされると嬉しいです。一緒に頑張ろう本当に。でもしまだやってないよっていう方はレベル9以上、自分でまずはレベル1人でねレベル9まで上げないといけないんですけど、レベル9に入ると上がるとあの連合っていうあのね、そう連合に入れるの、連合っていう連合に入れるので、そうちょっと詳しくはね、なんかあの銀河英雄伝説さんの公式X とかホームページとかがありますので、そちらをご覧いただきたいなと思うんですけど、はい、皆さんもコツコツと頑張りたいと思います。ん、皆さんもコツコツと頑張りましょう。3月11日までです、よろしくね。まだ始めてないけどもう遅いですか？え、全然遅くないよ、全然。なんかね、なんならなんだろうな、1日で多分レベル9までいける人はいけるんじゃないかなと思ってて、だからもうねずっとぶっ続けやってたらあのレベル9までいったから、そう全然わからないことがあったら聞いてください。ちょっと今からでも始めてみて、一緒に頑張ろう。そう、でもレベル9になると申請を出すとオープンチャットっていうあのなんだっけ、越後帝国のオープンチャット、全員ファンの皆さんもメンバーもね、あとスタッフさんも入っているオープンチャットがあるんですけど、あとイベント運営さんも入っている、はい、オープンチャットがあるんですけど、そこで自由に会話ができるので、はい、どちらでも私バン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 あの発言していますので、ぜひ皆さんと作戦会議をしたいなというふうに思いますし、よろしくお願いします。うん、オープンチャットみんなカモンヌ。カモンヌカモンヌということで、頑張るわし書きたいと思います。はい、頑張るわしって言って毎日これを書いてる。スタッフさんもいる、そうです、スタッフさんいます、スタッフさん結構いる、何人かいますよ。私はでもフルネームでやってるので分かりやすいと思う。昨日の分も書いてないから昨日も書きますね。2月27日、昨日はリリノちゃんとコラボ配信をしました。書くね、やばい、なんかさ頑張る足にずっとリリノちゃんとのこと書いてるかもしれない。待って、ずっと書いてるかも。24日リリノって書いてるし、25日はサヤさんなんだけど、で26日もリリノって書いてるし、今日もリリノって書く。ずっとリリノのこと書いてるかも。リリノ好きすぎ。
大好きだから、まあいいか。やばい。ちょっとしばらくね、あのちょっと髪を見せてしまうんですけど、よろしくお願いします。今日はあれかも、めっちゃ字綺麗な日かも。オッケー、最後適当。最後適当に書いちゃった。だからちょっと最後だけ字が乱圧っていうの。はい、リリノとコラボ配信をしました。昨日は女子トークで盛り上がったり、スクショタイムでもスクショタイムも楽しかったです。なんだろう、ずっとおにぎりポーズして、また暑くなってきた。ここで暑くなってきた、暖房止めます。止めます。はい、なんかスクショタイムポーズ、本当に自分顔の色ない、ごめんね。昨日は本当になんかリリノっぽい会話をしたっていうか、なんかリリノはね、いつもあんな感じなんですよ。すごい落ち着いてるし、なんかしっかりとした喋りなんですね。常にお仕事の時もそうだし、普通になんかご飯行く時とかもそうなんですけど、やっぱりそういうそのテンションが昨日はなんかすごい改めて実感したなと思ってて、そう、またスクショタイムもね、安定になんか私があの口元をやったんですけど、なんかこんなことやって、こんなことやったらリリノが変顔するみたいになった。昨日は楽しかったです。はい、ね、ごめん、ちょっと時間ないから、ちょっと今日の分明日書いていいですか。明日もちゃんと時間取ってやります、配信。明日も2時間くらいできるかも。やったー、楽しみ。明日楽しもうね。明日も多分ゲームの話すると思う。ごめんね。で、5000、盛り上がりも5000ありがとうございますっていうのと、あと2900人まであとちょっとだと思います。今何人なんだろう、フォロワー。今なるあちゃんのフォロワーってどのくらいですか。どうですか、どうですか。ぽい、何人？さっきロアが配信前に見たのは2890人。あ、91？ ありがとうございます。92？ 91？ ありがとう。じゃあフォローもよろしくお願いします。2900人行きたい。みんなフォローしてね、してね、してね。今してくれてもいいんだよ、ポチッとフォロー、ポンパペーって。2900人行きたいのでよろしくお願いしますっていうのと、あと結構ね、そのフォロワーが一気に増えるのがなんかその早かったっていうか、そうなんか急に増えてきてめちゃめちゃ嬉しかった。ありがとうございます。29日に2900人達成するまで終わりません配信。あ、いいね、待って、あれ明日それやろう。それやろ、待って、そうだね、29日だし、そうだね、じゃあ明日達成できるように。ハートも連打してみます。ハートは連打するとあれかな、あの解除されたりフォローできたりとかするから、ちょっとハートはその赤いままでお願いします。あの本庁は連打なんですけど、あのゲームの中の本庁はね、あのゲーム連打なんですけど、こちら あのフォロー欄はぜひともそのまんまでしていただきたいなって思います。やばい、今日口が回らない日だ。それではスクショタイムしたいと思います。
伝えました。ありがとうございます。それでは終わりをさせてください。13ヤッピ氏ありがとうございます。12哲夫氏ありがとうございます。11しょちゃん氏ありがとうございます。10位ひでじじ氏ありがとうございます。9位アイスルアスマイル氏ありがとうございます。8位かきひこ氏ありがとうございます。7位ドスドス担当のアザラシクジラン氏ありがとうございます。6位接点返しありがとうございます。5位眉毛氏ありがとうございます。4位おじゃ氏ありがとうございます。8位小川マン氏ありがとうございます。2位ピーマガネ氏ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポイポンポン氏です。ありがとうございました。ポン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 、ありがとう。なんかよく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 公園来てくれてありがとうございます。遠くからね、そう、ありがとう。あと遠いのにおしゃべり会もね、この前も来てくれて、そう、またおしゃべり会あったらお待ちしてます。ありがとう。いつもルアを見て笑ってるのがちょっと不思議だけど。ありがとうございます。はい、それでは終わりたいと思うんですけど、あと1分あります。何を話そうか。今日はママ氏の作ったガトーショコラと、あとママ氏の作ったチーズケーキを今日は食べました。デザート豪華だった今日。今日も今日とでね、なんかね、バレンタインの時ママ氏がなんかあのケーキ焼いてたりしたんですけど、なんかそれ以降ずっとママがなんかお菓子作ってるんですよ。この前クッキー作ってもらったし、いろいろ作ってくれてるんですよ。そうね、ちょっと私もママに見習ってお菓子作りしたいなと思うんですけど、まあでもしばらくそんなことはないと思います。はい、以上雑談でした。そう、ママしめっちゃ作るの。今日もね、そう作ってて、材料買ってきたとか言って。はい、それでは終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。またね、バイチャ、おやすみである。またねー。